修理をしていて困ることは、部品の納期。どうも、くまごのりさんです。本日はこちら、じゃん。これはですね、はい、こちら自分で組み立てる簡易型のオシロスコープですね。この間オーディオの修理やったんだけど、どうしてもオシロスコープ欲しくて、ただちゃんとしたやつって何万円もするし、まあ高いの何十万円ですると思うんだけど、お兄さんはそんな高度なことやんないからね、ここにどんな波形が来てるのかなって見るぐらいなもんなんで、まあ簡易型でいいかなと思って、でせっかくなら自分で組み立てるやつ買ってみようかなと思って買ってみました。結構 IC とかはもうくっつけられてるね。基板は2枚入ってますね。うん、チップ部品はもうついてるんで多分楽勝ですね。液晶もすでにハンダ付けされてます。いいんじゃない？ケースと、あと部品が入ってますね。タクトスイッチとコンデンサとか、その辺つけるぐらいですね。これはお手軽。いいんじゃないでしょうか。ということで、今回は組み立て式のオシロスコープを作っていきたいと思います。それじゃあやっていこう。はい、それじゃあやっていきましょう。作り方は、うん、なるほどね。全くわからん。お、なんかチェックしてくれって書いてるね。チェックザメインボード。9V かけて、これで電圧かけてもしょうがなくない？動くの？ 9V かけてみようか。はい。あ、ついた。DSO シェル。うん、なんか動いてますね。はい。これでいいんでしょうか？全くわかりません。まあ、液晶は死んでなかったってことだね。じゃあ、この説明書に沿って、ちょっとつけてみたいと思います。ちょっと押さえとくね。まずはテストシグナルターミナルっていうのをつけるみたい。なんか曲げられてないんだけど、自分で曲げなきゃいけないみたいだね。裏から刺すのか表から刺すのかがわからない。裏からのかな。まあいいや、とりあえずつけてこう。多分裏から刺すので合ってると思う。次がね、パワーコネクター、かっこオプショナル。ちょっと今回使おうかなと思ってるやつですね。内部電池入れようと思ってて、それ用の端子ですね。でもな、このコネクターお兄さん持ってないんだよな。コネクターじゃなくていいよ。この形状持ってないんで。うん。これはいいや。はい、次。サイドスイッチ。スイッチは2個あるけど、こっちっぽいね。大きい方。軸が太い方。ここみたいです。入んないな。お兄さん入れるの苦手だからね。入んない。うん、入った。多分電源スイッチだろうね。ここからしばらくハンダタイムにしようかな。
はい、判断終わりました。まずね、このカラーコード、抵抗のカラーコード読むのが超めんどくさいんで、テスターで測った方が早い。色がね、なんか黒と赤の見分けがつかないぐらいなんか変なインクなんだよね。あとセラミックコンデンサーとか、テスターあった方がいいね。あとこれがなんかハンダつかなかった。全然。この基板ね、全体的にハンダ付けしづらいです。なんかね、ハンダが乗ってかない。フラックス塗ってもなかなか入ってかない。だから上から見ると、こんな感じで裏側までハンダ入っちゃうんだよね。ランドに伸びないから裏まで入ってきちゃう。やりにくかった、すごく。はい、おおよそ組み終わりました。で、細かいところで言うと、これが本当はこのサブ基板にこれをつけてこうつけるみたいなのね。筐体がこの基板の裏に行く感じで、このノブだけが出てくるような感じに設計されてたんだけど、お兄さんここにバッテリーつけたくてこっちの基板に直接つけました。まあなんかつけられるようになってたからね。このパターンとこのパターン一緒なんで、まあ、多分これ使わなくてもこれで動くと思います。で、これでいくとこんな感じでね、スペースが大きく空くんで、ここにバッテリーを入れてあげようかなと思ってます。で、使うバッテリーはこちら、エコキューブラジオについてきたリポバッテリーです。もしかしてこれは、あ、大きさ違うね。まあ配線カットして、そのリポバッテリーと、みんな大好き充電モジュールね、お兄さんがいつも使ってるやつ、これとこれね、結構昔に買ってたんだけど、昇圧基板ですね。この組み合わせ、これで好きな電圧にできるんで、まあ実際はこんな感じかな、配置は。うん、まあ余裕ですね。これで USB 充電できるようになれば最高だよね。ちょっとうまくいくかどうかわかんないけどね。同じようなことをノンプロリワークさんもやったんで、まあほぼ真似ですね。ちょっと削ります。うん、大丈夫そうだね。基板はみ出るけど、こういう感じの仕上がりですね。両面テープ入るんでこんな感じの仕上がりかな。うん、じゃあ配線だけしちゃいましょう。先にこうするか。とりあえず配線はできました。電圧は 12.5V。 お、なんか安定しなくなってきた。電池切れかな。電圧が安定しねー。ちょっと充電します。はい、これで 9V ですね。これ抜くとどうなる？変動するかな？ポン。変動しない。素晴らしい。これで 9V 電源になったね。USB 5V 充電で出力は 9V。OK です。これで 9V 出力ができました。で、組み立て前に検査だけしちゃいます。なんかね、この状態で電源かけて検査するみたいです。V プラス8.25。なんか8.35 が正しいみたいだけどね。入力電圧を 9.3 にするみたい。V プラス、結構増えたね。8.35 出るべきところが 8.52 出てますね。V マイナス、うん、ここもマイナス 7.86 のところを 7.95 出てますね。AV プラス 5V。うん、5V だね。AV マイナス、マイナス 5V。うん。あとは V1、V2、V3。まあ、ここは電圧出てなくて、V4 がマイナス 1.65。なんかちょっと強めだよね。まあいいや。まあなんか動いてるよ。とりあえず。まあいいんじゃん？あとなんかここの調整するみたい。C の3と C の5。
こいつをつないで、赤クリップをこいつにつないで、うん、波形出てますね。綺麗な方形波出てますね。方形波ね。多分でも触ってるからノイズ入っちゃうんだね。お兄さんノイズが入っちゃうんだこれ。あ、大丈夫大丈夫。まあ、ここのネジ2つをいじって、なんかこの形が変な時はここをいじってくださいってなってたけど、まあ、綺麗な形してるんで大丈夫だと思います。はい、じゃあ組んでいきましょう。ああ、下が2ミリぐらい出てんだな。バシッと来ないわ。まあしょうがない。ここね、少し膨らんでるでしょ。ボリュームの分出っ張ってます。2ミリぐらいかな。はい、とりあえず完成しました。じゃあちょっと動作チェックやっていきましょう。今この1キロヘルツのテスト信号を受信してます。一メモリが5ミリボルト、1,2,3,15ミリボルトってことかな。これが1コマ 0.2 マイクロセカンドだね。まあこの形、確か方形波って言ったと思うよ。制限波じゃなく方形波ね。で、だからこの長押しすると情報が表示される。フリーケンシーかな。1kHz。デューティー比 50%。電圧のマックス 14mV。電圧のマイナス側はマイナス 19mV。これ V アベレージかな。マイナス 2V ですよって言ってるね。VPB 多分上から下までの電位差かな。VRMS 定格出力 16mV の出力が発生してますよってことなのかな。多分。まあ、こんな感じで情報が表示できると。お兄さん的に使うのはもうね、このデューティー比ぐらいかな。キーボードとか LED の明るさ調整あるじゃないですか。あれがデューティー比ですね。LED の明るさを 50% にするときは、デューティー比を 50% にするみたいな。そんなやつですね。あとは、リアルタイムで見ると思います。オシロスコープ欲しかった理由っていうのは、オーディオの修理に使いたかったんで、まあ、それこそ 1kHz のテスト信号を流して、どこまで音の信号が通ってるかとか、どこに音の信号が流れてるかっていうのを見たくて、まあ、オシロスコープが欲しかったっていう、それだけですね。なので、まあ、この辺はお兄さんは使わないと思います。そんなに専門的な使い方しないので。あとは、キーボードの LED が壊れてるとかね。そういう時はこの辺のデューティー比とか、まあ、周波数とかを見るかもしれないね。それくらいじゃないかな。うん。まあ、とりあえずちゃんと動いてるみたいで、よかったです。まあ、とりあえず10分ぐらいは動いてる。何分持つかは分かんない。1時間ぐらい持ってくれればね、十分なんだけど、もしオシロスコープでこんな使い方便利だよみたいなのがあれば、ぜひ教えてください。で、お兄さんは Amazon で買ったんだけど、安く買うんだったら AliExpress の方が安いです。まあ、お兄さんちょっと早く欲しかったんでね、Amazon で頼んじゃいました。3000円ぐらいだったかな？一応概要欄にリンク貼っときますので、まあ、欲しい方はチェックしてみてください。ということで、熊頃お兄さんの DIY では、普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタン、あと新着動画の通知行くように通知ボタンオンにしておいてください。ということでね、本日はこちら、パンプディング。なんか食べた気もするんだけど、メープルシロップかな？いい感じです。じゃあいただきます。おー、濃厚。結構面白い食感ですね。なんかフレンチトーストみたいな感じかな。パンなのかな、ちょっとわかんないけど。スポンジ多分パンなんだと思うけど、なんか食感が面白いです。うん、これ美味しいですね。なるほど、真ん中あたりにカスタードが入ってんだ。うん、このカスタードがね、すげえ濃厚で、メープルシロップとも合ってるね。うん、このパンの部分がね、ねっとりしてんのよ。めっちゃ濃厚。ただ味の8割ぐらいはカスタードとメープルシロップだね。まあ甘すぎるっていうところまでいかないけど、ちょっと甘いかもしんないね。まあとにかく濃厚です、これ。濃厚フレンチトーストって感じですね。はい、ごちそうさまでした。セブンイレブンのパンプディング。製造者、デリカシェフ大宮工場。カロリー299kcal。お値段税込み300円。はい、ごちそうさまでした。それではまた次の動画で、熊頃お兄さんでした。バイバイ。まあ、とりあえず15分ぐらいは持ってるね。